Ciao a tutti, sono Detroit, oggi gioco con Little Witcher Academy. Test, tasto. Queste cose qua per forza. Accettiamo tutto per forza. Difficile sotto i titoli, sì. Allora ci vado, scopriamo dopo. Ok, nuova partita. Ho visto qualche immagine, sembra figo il gioco. Minasan, 明日から夏休みとなりますが、一人の魔女として節度ある生活を送るよう心がけてください。分かっているとは思いますが、くれぐれも夏休みだからといって羽目を外しすぎないように。 これは魔法学会において由々しき事態であり、ところで明日から夏休みとなりますが、ルーナノバの外では魔女の自覚を忘れず。Passano le giornate. さて、最後になりますが、何度も言うようですが、明日から夏休みとはいえ規則正しい生活を送ることで立派な魔女になるためには、やはり日々の精進が。今度こそ最後になりますが、新学期に皆さんの元気な姿を。 校長先生、話が長すぎるよ。アッコはずっと寝てたじゃん。過ぎたるは及ばざるがことしってね。Devi pensare all'esperienza Luna. Atashi, Kagari Atsuko, akogare no majo, Shining Sharion mitaina majo ninaru tameni, Luna Nova Mahougakkou ni ryugaku shita no. シャリオっていうのは、私に夢を与えてくれた奇跡の魔女。6歳の時にシャイニーシャリオの魔法賞を見て、私の夢が生まれた。きっといつかシャリオみたいな魔女になるんだ。そうそう、シャリオが持ってたシャイニーロッドだって見つけたんだ。これってもう運命だよね。きっとシャイニーロッドが私をシャリオの元に導いてくれる。待ってて、シャリオ。それにしても ルーナノバに来てからいろんな事があったな。それまで通販の魔法教材でしか習ってなかったから、魔法の授業を楽しみにしてたんだけど、魔法の授業って私が思ってたのとは違ったみたい。だって普通魔法の授業って聞いたら夢や奇跡でキラキラ、そういうのを想像するでしょ。それなのにすっごく退屈だし難しくてちんぷんかんぷんなんだもん。それでも 飛行魔法の授業はすっごく楽しみにしてたんだ。だって魔女って言ったらほうきでしょ。私小さい頃からずっとほうきの練習してたんだ。そのせいで怪我もいっぱいしたけど、そんな小さい頃の夢が叶うんだ。そう思ってたのにティアフレーレっていくら叫んでもほうきはうんともすんとも言わないの。私実は全然ほうきに乗れないんだ。 でも大丈夫。私だっていつかはほうきに乗って自由に空を飛ぶんだから。信じる心が私の魔法。やるぞ。最初は少し不安だったけど、ルーナノバでの生活はもう慣れたよ。友達もできたし、少しずつシャリオに近づいていってる気がする。いろいろ失敗してみんなに迷惑かけることもあるけど、こっぴどく先生に叱られることもあるけど、
時々自分でも嫌になって落ち込むこともあるけど、私は絶対に諦めない。見てて、シャリオみたいな素敵な魔女になってみせるから。それに明日からはルーナノバに入学して初めての夏休み。何が起きるか今から楽しみ。ドキドキのワクワク。それより夏休みだよ、夏休み。ロッテは帰省するんだっけ？来週から2週間くらい帰省する予定。アッコはどうするの？今回はパス。アーシュラ先生が暇を見て魔法の特訓に付き合ってくれるし。スーシーも帰らないんだよね。ヒノコの世話があるからね。私がいない間2人とも仲良くしてよ。大丈夫だって。何も心配いらないよ。I nuovi arc usando le vette sinistra del tempo, tassare 1, mentre muove la vette. E poi invece apri il tasto X per parlare. A correre è. Volte, puoi rugliare i discorsi che stanno dicendo davanti al professore. を考えてるのよ。レクリエーションって何ですか？それは明日になったら教えてあげる。カガリさん、フィネラン先生、あなたに少し話があります。この後、指導室に来るように。はい。ウィタスギャングがプリランマップエンドワールフィッシャーズ、オッケー。え、どうしたのよ。あ、これ、フィッシャー、ウネベント。やっぱりどこにディスコースを入れていいし。よか、あたしは寝ちゃってたけど。さすが、アッコだね。飛行魔法の補修がしたければ、グラウンドに来いよ。直前、ルーナノバ七不思議特集だ。ルーナノバニュースネットワークの総力を結集して調査した記事だよ。号外。Il suo specialista ufficiale prestigia sue sette migliori meraviglie a Luna Nova, pubblicate da Wangari e altri due membri del caso di giornalisti. ルーナノバにも七不思議とかあるんだ。Va a parlare. Luna Nova 七不思議だって。報道部もネタがなくなってきたのかね。
もうやめてよその呼び方。悪い悪い。ゴがいる？もうもらったよ。今回の特集記事は力作だからぜひ読んでね。なになに？恐怖へ引きずり込む地面から生える手？顔のない肖像画が目から放つ怪光線の正体？呪いのドールの見事なボックスステップ？これ本当に七不思議？ho tipo modalità automatica con dialogo è più esce più bene。Corridoio, ufficio. Daisy-chan no ichi-oshi wa noroi no doru ne. Ichi-oshi tte mitara nekomu tte kaite aru yo. Daisy ni wa chodo ii kamo na.向かないけど指導室に行かなくちゃ。Vedo che cavolo è successo qua. Chi va a cannaire? 指導室に行かなくちゃ。気が向かないけど指導室に行かなくちゃ。ルーナノバの七不思議です。うさんくさいですわね。でも面白そう。ほら走るスケルトンモデルだって。私はこの未確認飛行物体っていうのが気になるかも。あら未確認飛行物体って UFO のことでしょ。どうしてそのようなものがルーナノバに？魔女がいるんだから宇宙人がいたっておかしくないじゃん。あー一度見てみたいな宇宙人。Sono corridoio nord. Ah, Diana! Ora. Akko, nanika yo? Bezzi ni yo nante nai yo. Fineran sensei ni yobarete, seito shidoushitsu ni ikku tokoro. Fineran sensei ni? Akko no koto da kara.どうせまた何か失敗したんでしょ。とうとう退学になるんじゃないかしら。そんなことないよ。いずれにしろ夏休み中に問題を起こさないようあなたは特に気をつけた方がよろしいですわ。ふん夏休みに何しようと私の勝手でしょ。どうせアッコのことだから問題を起こすに決まってるわ。日本に帰ってもう戻ってこない方がいいんじゃないかしら。伝統あるルーナノバの名誉を汚すような行動は控えてください。ほんとアッコが落ちこぼれはおとなしくしてるのが一番よ。そうですわ。もう言いたい放題。
いつかギャフンと言わせてやるんだから。それにしてもなんで呼ばれたんだろう。何かしたっけ。Buongiorno, ehi. Yatto kimashita ka? Naze yobareta no ka? Wakatte imasu ne? Non puoi pulire il bagno e ti cazzo di innaffiare le piante. Ho fatto una scontina prima della cena. サボったから。それは本当の話ですか。え、初耳です。あなたはまたそのようなことを。さっきのは冗談っていうか、その黙りなさい。今回あなたを呼び出したのは、魔法で学校の備品を壊したとバドコック先生に聞いたからです。なんだ、そっちだったか。なんだ、じゃありません。すみません。罰として倉庫整理を考えていましたが、そのくらいでは足りませんね。そんなことないですよ。いいえ、そうですね。あなたには図書室の本整理をしてもらいます。夏休み中にきっちり本整理をしておくこと。わかりましたね。新学期までに本整理を終えていないときは覚悟しておくように。はい。この子はルームメイトのロッテ。ルーナノバに来ることができたのもロッテのおかげなんだ。ロッテは優しくて物知りなんだよ。私がわからないことがあったら大抵のことは教えてくれる。そうそう、ロッテの家は魔法道具屋をやってるんだって。だから古い道具についてる精霊と話をすることができるんだ。すごいよね。私もいつかロッテみたいに精霊を呼び出せるようになるかな。ラーラーラーなんちゃって。図書室の本整理の罰当番。夏休み中に終わらせておかないと下手したら退学になるかも。うわ、自業自得でしょ。元はといえばスーシーがバドコック先生の授業で私に変なドリンク飲ませたからじゃない。して備品を壊したのはアッコでしょ。あれは絶対スーシーのドリンクのせい。まあまあ、二人とも落ち着いて。帰省の準備が終わったら私も本整理手伝うから。本当？ありがとうね、スーシーも。なんで私まで。パラコスーシー solo contro la soglia di lei. もう一人のルームメイトのスーシー。スーシーはちょっと意地悪なんだよね。特に最初に会った時の印象は最悪。でもそんなに悪い子じゃないっていうのはすぐに分かったけどね。スーシーって言ったら
なんといっても毒、それにキノコ。ルーナノバに来たのも猛毒を手に入れるためだって呼んだから筋金入りだよね。中でもキノコが好きみたいなんだけど、その理由は私にもわかんない。私はキノコを食べるのは好きだけどね。そういえばスーシー、部屋に帰ってくるの遅かったけど、どこに行ってたの？ちょっとやぼよでね。そういえばアッコ、報道部の号外はもらった？ルーナノバの七不思議ってやつ？寄宿舎は今その話で持ちきりだよ。へえ、そうなんだ。まあただの噂だと思うけどね。そうとも限らないよ。え、どういうこと？どうもこうもそのまんまさ。噂じゃないってこと？まさか。あ、でも号外の記事を確かめに行った子もいるって聞いたよ。好きな子もいるんだね。あ、何？別にアッコにだけは言われたくないだろうなと思っただけ。今日はもう寝ようかな。Oh, così puoi far avanzare il tempo dormendo, letto. L'acqua, allora. Vuoi dormire? Sì. Vediamo se vi è piaciuto il video, lasciate un like, se qualcuno iscritto, ciao, al prossimo episodio, ciao!